知らないところがあって、写真撮りましたけど、なんか大事なのかな。確かないでしょ。知らない。とりあえずは、二段ぐらいずつ撮ってると、そうだね。列車は港町直江津を発車いたしました。この先は山に向かって走ってまいります。次はスイッチバックの駅日本木に停まります。日本木15時25分の到着です。あと約30分ほどでの到着になります。謙信公の居城、春日山城は少々見えづらくなっておりますが、この雪原下からご覧いただけます。この後、グラウンドの前を通過し、春日山駅を通過する直前、進行方向右側にほんの一瞬だけ正面でその姿を捉えることができます。列車が速度を落としますので、どうぞお見逃しのないようお願いいたします。